久保さん、いやー、自由っていいですね。今日ですね、あの、リクエストいただきまして、えー、っとですね、サイトアフリエイトで、大人のサイトアフリエイトで、まあ、6000万ぐらい稼いだりとか、まあ、平均3000万ぐらいらしいんですけどね、まあ、マックス6000万と。で、今、まあ、隠居してます、本当に。隠 <laughs> 居してますよ、久保さん。<laughs> 久保さんも隠居してるけど、 あのその方も引きしせてて、まあ、今回のテーマはね、自由のさその先。自由のその先、はい。退屈って言ってましたね。退屈。<laughs> やることがないからあの、退屈っていうね。だから今あ、あの顔出しせず YouTube やってるんですけど、そう、あのー、退屈らしいですよ <laughs> うん。まあ僕が行き着いたのは、 あの自由なんだけども自分の意思でなんかその情熱持ってというかなんか無我夢中でというかあの熱狂できるというかうんなんかやることがあった方がいいと思います久保さんも動画も全く撮らず何も発信せずただ、あのー、花壇をね庭をずっと毎日365日眺めてると 暇だと思います、まあ今はねちょっとヤマトくんがいますのでまあ発信しなくてもヤマトくんの成長見れるんであれなんですけどまあ結構ヤマトくんいなくて情報発信してなかったら結構退屈なんじゃないかなと思いますよねやることないですよね多分ね <laughs> そうだからやることがあるって幸せっていう,うみんなやることがなくてもうなんだ不労所得自由みたいなねなんかあーそういうの 望んんででると思うんですけどまあいいと思いますその先は行ってみないと分かんないっていう富士山に登ってみないと富士山に登った人しかその光景は見れないですからねあくまでも写真だったりとかそういうのは見れるかもしれないしまあ稼いでる人の映像見れるかもしれないですけどもまあ実際に自分が行った時に見える景色って多分違うんですよだから一回見てみればいいと思うね、行きたいんだったら 一回山登りたいんだったら山登って頂上登ってその景色見てどうするか決めればいいと思うんですよね。うん。はい。自由のその先。行ってらっしゃい。